プロ宣言して、はい、1年目はもうそれこそ全日本社会人とか組めて天皇杯、そうす、全日本シングルス優勝した1年目があって、本当この2年目がなかなか大会ができない、そういうのもあったんですけど、まずザクッと2年間振り返ってプロとしてどうでしたか？そうですね、いや、まあやっぱり、まあその2年前なんで2019年ですか、ね、4月にこういう風になるという風に決めてというか皆さん発表して、そこからまあ1年目はやっぱりたくさんの方々どんなもんなのかみたいな感じで見に来てくださってた感じが多かったんですけど、まあ自分の気持ちなんかあんま変わることなかったんで、まあとにかくまあいい結果を残したいだったりとか、その大会に向けてベストを尽くすことが、まあ練習の環境も、まあ、各スポンサーさんの協力もあって支援もあって練習の場所もしっかりとできているので確保できていることもあるので、練習時間に関してはもう全く不満もないですし、そこに対する不安というものもないので、まあ、引き続きそういった環境の中に自分があるってことを感謝しながらちょっと頑張らなきゃいけないなとは思ってます。過去にやっぱ勝ち続けている有名な選手っていうのはいる中でも、はい、なかなかそのいなかったんですよね、プロっていうのが。そうですね。で、それがじゃあプロ第1号って言って、まあ、いろいろなプレスリリースなんかもあって注目をされてたと思うんですけど、プロになって良かったなって思うことって何かありますか？いや、例えば実業団とかでテニスを続けていらっしゃる方とかもいらっしゃるじゃないですか。はい、うん、まあでもかったな、難しいっすね、あんまりまだ良さを感じてないというか、なんで良さを感じないというのはちょっとあれ誤解がありますけど、もちろんその練習の場所とかもこういうふうに朝の後輩たちとやれるってことも非常にありがたいことですし、まあ、逆を言えば実業団選手とかは仕事が終わって業務が終わってから練習したりというのは、そこはすごい僕も尊敬してるんで、そういった方と比較したときにやっぱり練習時間を自由にできるだったりとか、自分の練習できるホームコートがあるとか、そういうところに関しての環境のありがたみというか、周りの方にどれだけ支えられてるかっていうのをすごい身をもって感じているので、まあ今はその良さを感じるっていう、良かったことを感じてるっていうよりは、もっとそういう人たちのためにも頑張りたいとか、とは思ってるんで、まだそういうところまで、まあ、始まったばっかって言ったらですけど、まあ、その各大会もそうですし、その1年1年がすごい勝負になってくるんで、まあ、自分が意思を持って時間を使えるっていうことがやっぱりメリットですかね。まあ、一番感じてますし、まあ、逆それを逆手に取ればそれがゆえにやんなくてもいいやっていう時期もあったりもするんで、大会が終わって、大きい大会が終わった後とか、そういったこともすごい自分でコントロールできるのがいいので、まあ、そうですね、まあ、その何が良かったとか何が悪かったとかっていうのは、またこれからキャリアが積み重なっていくといろいろと感じるところも出てくると思うので、まあ今はまだそこまでは自分の頭は上がってないっていうか、感じですね。この2年それこそソフトテニス連盟の後押しもあって、はい、あのテレビとかね、はい、メディアにもたくさん露出する機会が多かったと思うんですけど、はい、そのメディアに多く出ることについてはどうですか？そうですね、まあ、こういった自分の活動を知ってもらえたりとかっていうのは非常に嬉しいことなんですけど、まあ、それと同時にやっぱり他の、まあ、メジャースポーツというか比較された時にはまだまだなので、まあ、ただやってる自分たちはしっかりそのこの競技に誇りを持ってやってるので、まあ、いいところをしっかりともっともっと発信して、一人でも多くの皆さんにそういう人がいるんだとかっていう感覚でもいいので見てもらいたいというのがは、そうですね、結果を残すっていう、その次にはそういったことを思ってますけど、一番はやっぱり勝ってなんぼだと思って、まあ、しっかりそういう自分の納得いく結果をちょっと得られ続けるようにっていう感じですね、頑張りたいですね。
今年度というか、そのこの1年、まあ、一緒にいろいろ僕も YouTube とかやらせてもらってきたんですけど、はい、もうとにかく試合ができないっていうことの辛さというか、ストレスをこうご一緒させていただいている中で感じてたんですけど、はい、それご本人としてはどうですか？そうですね、ストレスというよりは、まあ、その自分の練習してきた成果を試す場がないんで、まあ、果たしてこの練習で合ってたのかとか、方向性が合ってたのかっていう確認ができなかったっていうのが、その慣れるまではちょっと自分の中でもモヤモヤしたところがあったんですけど、まあ、今は特にそこはないので、まあ、その分初めてこんだけ1年間練習をし続けたという、うん、まあ、もちろんコロナの影響もあったんで4月5月だったりとか全く2ヶ月もしてなかったんですけど、まあ、そういう時期を経てこれだけ練習時間に費やした時間っていうのは今までなかったので、まあ、ある意味これが一つのまた分岐点だと思ってます、はい。結構コレクターなとこあるんで、コレクター、一瞬筋肉マンハマったんだけど、そうです、靴も靴スニーカーとかなあ、トシキ俺めっちゃ持ってるよな、やばいっす。3年目のなんか抱負とか目標とかありますか？そうですね、目の前の試合試合がすごい大事になってくると思うんで、強い気持ちを持たな